一般社団法人日本販売農業共同組合連合会は販売事業を行う専門農業共同組合を会員とする日本の一般社団法人である。以前は農林水産省所管の農業共同組合連合会であった。農民運動全国連合会に加盟。会員は23団体。全体の構成員は約12万人である。 販売専門農協の全国組織ではあるが、会員農協には、販売事業のみならず、金融、共済、購買、旅行代理業など、他の事業を行っている農協も存在する。消費者組織との相互援助の関係を確立し、生産者より直接消費者へというスローガンを、合理的かつ組織的に実現していきたいと、設立主意書に謳っているほか、低農薬、 有害な添加物を含まない安全な農畜産物に関して事業を行うと定款に明記している。日本の40の生活共同組合と取引関係にあるとしている。農協解体論に抵抗し、単に会員農協を救済するのみならず運動として取り組むため運動体である農民連に加入を決めたという。会員には小規模農協が多く、農協の広域化に反対している。 一方、会員の JA 日立野は2013年、近隣農協と合併推進協議会を結成し、2015年に、新農協、JA 新日立野に合流した。元会員、ありがとうございます。